クレイグ・ネーラーはアメリカ合衆国出身の実業家。デュポンアジア太平洋地区担当上席副社長などを経て日本板ガラス取締役代表執行役、社長兼最高経営責任者を務めたが、取締役会と対立して辞任した。ペンシルベニア州メディア出身。1970年、スティーブンス工科大学卒業、デュポン入社。1985年にエンジニアリングポリマー、開発マネージャー。1987年デュポンオートモーティブアジア、太平洋地区担当ディレクター。1991年、エンジニアリングポリマー担当製品ディレクター。1992年ナイロンレジン、担当グローバルビジネスディレクター。1996年、エンジニアリングポリマー担当上席副社長兼、ゼネラルマネージャー。2000年エンジニアリングポリマー、フロロプロダクツ、パッケージング&インダストリアルポリマー担当上席、副社長兼、ゼネラルマネージャー。2002年高機能材料事業部門担当上席、副社長。2004年アジア太平洋地区担当上席副社長、電子、情報技術部門担当上席副社長。2005年から2009年まで、デルファイコーポレーション取締役。2010年から日本板ガラス取締役代表執行役社長兼 CEO を務め、経営悪化に対応して収益改善施策を進めたが、2012年に取締役会との意見の相違があったとして、突如辞任し、日本板ガラス取締役執行役に退いた。2015年に病没し、親族によりデラウェア州で告別式が行われた。享年66。ありがとうございます。